こんにちは、カノです。今日もですね、オリジナルタオルを作りたいあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、させていただきたいと思います。で、今回はですね、マフラータオルについてなんですけども、オリジナルで作るマフラータオル、なぜね、これがね、急に流行ってきたのかなというところなんですけども、実を言いますと、15年ぐらい前なんですね、それぐらいから作られだしたっていうのが本当の話なんですね。で、それまではっていうと、フェイスタオルの上がスポーツタオルだったんですね。で、スポーツタオルの大きさっていうのはだいたい40センチ ×110センチっていう形になりますので、ちょっと大きいんですね。で、マフラータオルはちょうどそれの半分なんですよ。長さは110センチなんですけども、幅が、これですね、20センチ。スポーツタオルでしたらちょうどこれの倍なんですけども、20センチなんですね。ですから、こういった細いんですね。で、何がいいかっていうと、フィットネスジムなんかで皆さんよくご覧、ね、皆さんやってるの見られると思うんですけど、こうやって肩にかけれるんですね。ね、首からこうかけれる。で、やっぱり40センチのスポーツタオルになるとちょっとゴワゴワしちゃうんですけども、こう肩からスッとこうかけれる。あんま熱くないですね、ゴワゴワしない。で、ジョギングなんかの時でもね、使われるっていうことが多くなりましたね。で、それと、あとコンサートとか、ライブですよね。ライブ会場でこうやってこう振る。タオルっていうのでもこれが流行りましたね。ですからこの頃のあのアーティストさんのグッズ販売でも見てたら、こういった、マフラータオル、マフラータイプのタオルの販売というのがやっぱ非常に多くなってきてるんですね。ですからまたそういったご提案、クライアントさんにご提案される時もこういったタオルもあるっていうことをね、一つ頭に入れておいてですね、ご説明いただいたらと思います。またこれ、それ以外にもね、いろんなタオルの種類、大きさ、別注で何ぼでもその辺作れますので、その辺をですね、またご相談いただいたらいいと思います。この動画の後にフリーダイヤル、あるいは、観能力で検索していただければ、私どもと連絡、コンタクト取れますのでね、ぜひまた相談してみてください。よろしくお願いいたします。